ブライトリングのエマージェンシー航空機を救命無線機とは航空機が事故にあった場合その遭難地点を探知させるため遭難信号を送信する無線設備である航空機の遭難では無線での通信接点ができない突発的な事例が多いため用いられる墜落の衝撃を感知して自動的に遭難信号を発射する自動型水中に投げ込むことで 浮上自立し、遭難信号を発射する水上型、手動でスイッチを入れることにより、遭難信号を発射する手動型がある。飛行計画通りに位置通報がなされない場合に、最後の通報地点を中心に捜索が行われるが、同時に発射された電波を海上保安庁が参画する、国際コスパスサーサットプログラムのシステムで受信し、捜索する。従来の航空機用救命無線機は、 航空緊急用の周波数 121.5MHz 及び、捜索急難用の周波数 243MHz の電波を使用するものであったが、発射の95%が誤発射であった。このため発信機の種類、登録国の番号、ID などが入力される 406MHz に移行され、 コスパスサーサット衛星システムによる121.5メガヘルツの処理は2009年1月31日をもって終了した。同種子の船舶向けの製品は非常用一指示、無線標識装置である。ブライトリングでは手動型航空機用救命無線機を組み込んだ時計、エマーチェンシーを販売していた。ありがとうございます。